ユーピテルもしくはユピテルは、ローマ神話の出身である。また最高位の女神であるユーノーの夫である。時として女性化、女体化して女神となり、その姿がディアーノであるという言い伝えもある。日本語では長母音を省略してユーピテルとも呼ばれ、英語読みのジュピターでも呼ばれている。ラテン語のユーピテルは、コラテン語の語格、ジョー・トパーテルの合成語として生じた故障とされる。 比較言語学の研究により、ジョーパーテルは、インドヨーロッパ祖母のダイアスピーティアーの古格大、プターからの派生と推定される、と主張されている。ラテン名の俗格は、ジョビスとなり、社格の語感ジャウフマイナスに基づく英語の別名、ジョブは死語などに使用される。本来は、天空の神、転じて、気象現象を司る神とされた。後に、ギリシア神話のゼウスと、同一視される。 実際、共に古いインドヨーロッパ語系神話の天空神に起源を有する。リグベーダのディアウスや北欧神話のトゥールとも起源を同じくするとされている。ローマ神話においては主神として扱われ、古代ローマではローマ市の中心にユーピテル神殿が建立されて長くローマの守護神として崇められた。戦争においては、特にユーピテルフェレトリウスという故障で一騎打ちを守護する。 神として推計され、一騎打ちで敵の将軍を破った、ローマの将軍は、スポリアオピーマという敵の将軍の鎧お菓子の木に、縛った勲章をユーピテルに奉献した。ディオクレティアヌスは国への貴族心が薄れつつあることを危惧し、皇帝権力の強化と愛国心の定着を図るため、自らをユーピテルの子であると宣言、皇帝礼拝と合わせ民衆に、 ローマの神々を礼拝することも義務づけた。死を汚れとみなす考え方があったため、ユーピテルのお祭り市長は死体を見ることを禁止されていた。ありがとうございます。